はい、皆さんこんにちは、ジャマイカンソウルチャンネルです。このチャンネルではレゲエやロックステディ、スカ、ルーツロックレゲエ、ダンスオールレゲエなどのジャマイカ発祥の音楽をレコードで紹介していきます。ということで早速本日のレコードを紹介していきます。本日のレコードはこちら、ボーマーリー&ウェイラーズの、バッファローソルジャーです。レゲエを聴いたことがない方でも一度は耳にしたことがあるのではないかと思われるボーマーリーの曲の中でもトップクラスに有名な説明不要のビッグヒットです。ボーマーリーは1981年5月11日に36歳の若さで亡くなっているのですが、この曲は1978年にレコーディングされていたものの、1983年の亡くなった2年後にリリースされたコンフロンテーションというアルバムに収録されており、歌詞に込められた強い思いがレゲエの真骨頂ともいえる最高峰の一曲となっています。ということで早速こちらを聴いてみましょう。
はい、ということで、こちら、ボブ・マーリー&ウェイラーズの、バッファロー・ソルジャーでした。こちらのレコードも在庫1点限りですが、まだございますので、こちら気になった方はぜひチェックしてみてください。では次の投稿をお楽しみに。